とんでも設定で開幕からカットばしてるアニメがやばすぎました。爺さんばあさん若返るということで今回は、爺さんばあさん若返るというアニメについて話していきたいと思います。まあ、本作はタイトル通り主役の肖像と稲っていうおじいちゃんおばあちゃん夫婦がある日突然若返るっていうところから始まります。一体どうなっているんだっていうかなりぶっ飛んだ始まりではあるんですけれども、冷静に考えると、ま、天性物の文脈ではありますよね。なんか黄金のリンゴがですね、まあ、畑のリンゴの木になっていて、まあ、それを見つけた翌日ですね、まあ目を 目を覚ますと若返った二人がそこにいたっていうね、えー、ところから始まるんですよね結構始まり方が良くてですね、まあ、寄り添い続けた二人のですね、まあ、夫婦の語りから始まるんですけれども、まあ、おじいちゃんがですねあの長年長いことをずっとおばあさんはまあ、自分も信じてねずっとついてきてくれてすごい感謝があるんだけれどもその反面ですねもうすごい申し訳ない気持ちもあるんだと、うん、ですごい涙をたらっと流したらですね目の前に映る鏡には若返った自分がそこにいたっていうね、まあ、この開幕の不意を突かれた一撃からです、ね ね、もう心掴まれた感じもありました。うん。で、そんなところからですね、若返った二人がこれからはっちゃけていろいろやってくぜっていくかと思いきやですね、別に何も変わることはないっていうね、見た目はすごいイケメンと美少女になるんですけれども、見た目はですね、その腹巻きと割烹着っていうね、もうこのギャップある見た目からですね、喋り方も変わんなかったり、もう翌日にはですね、ゲートウォールにいつも通り行ったりとかですね、決して変わることはないんですよね。その大きな変化が訪れたとしても、冷静に自分自身を見ている二人っていうのが そこにいましてですねそれが周りが翻弄されていくっていうところでございましてね翻弄されるっていうか結構もう一夜から当たり前にも受け入れてる感じがあってですねもうどういうことだよっていう感じだったんですけれどもね、うん、まあ、それからある日突然変わったことに翻弄されずに冷静に自分を見ているその反面ですねまあ、はっちゃける部分もしっかりあるわけなんですよね、うん、あの若返ったことによってですね周りはもう今まで通りの人間関係は変わらないところもありましてもうおじいちゃんおばあちゃんに囲まれているわけなんですよねそんなところにもう若いイケメンとですね 若い美少女が来たもんだからもうモテモテなわけなんですよねこのもうジジババに囲まれながらですねもうワーキャーされる感じがなんとも言えない絵面で面白くてですねあの運動会みたいなところが始まるんですけれどもここでも若返ったこの肉体を駆使してですねもう暴れまわるっていうねいやこの二人のもう動きがですねすごく見ていて楽しいところがありましてもうあのイネさんもですねもう年がいまなくもう頑張れ頑張れって応援する姿とかあまりにも可愛すぎてねでもなんかなんとも言えない気持ちにさせられる んですよね、うん。なんかこの気持ちは何なんだろうと。ある時ですね、僕は TS アニメって結構好きなんですけども、まあ、TS アニメ嫌いな人のコメントです。でですね、見た目は美少女なんだけれども、元が男だとなえるというか嫌な感じがあるっていうね、その気持ちは僕は全くわかんなかったんですよね。TS 最高じゃないかと思っていた自分がいたんですけども、ちょっとこれを見てですね、その気持ちわからなくもないという気持ちもさせられましたね。確かになんか美少女なんだけれども、奥にあそ、あ、そおばあちゃんだったなっていうね、ところが見え隠れして、 いるのがですねもうはっとねあの頭に脳切りに起きるとですねまあ、どこかですねなんか今までと違うような目線で見てしまうところがありましてすっごい不思議な感覚にさせるアニメだなというところでございました、うん、あともう主役のミキさんとのとさんのもう演技も素晴らしくてですねこの2人のボイスでこの感じのキャラクターっていうのがですねまた良かったですね、うん、いや今後ねまあ結構出落ち感のある設定でございますのでこれがマンクール通してどんな感じで話を展開されていくのかこの1話のスタイルの感じで ショートエピソードをいくつも重ねていった先にあるものを何かね見つけていく感じなのか、それともその若返りと,というところにですね、フォーカスして何かシリアスな要素が入ってくるのか、ちょっと今後の展開非常に気になるところなのかなというところでございました。ということで今回は J3 パーさん若返るというアニメについてでございました。いや、これはね、毎週かなりほっこりと楽しく見れる作品じゃないでしょうか。これは最後までね、えー、しっかり見ていきたい作品かなと思いました。皆さんどうもね、ぜひともコメント欄の方にお願いします。それじゃまた。